90万人おめでとう、ありがとう。なんか怖いんだよ。なんで90万人耐久しようかなって思ってたの？思ってたら終わったんだよ。怖いよ。何これ、ロリの勢いですか？これ大丈夫かな？今登録した人、あのロリチャンネルじゃないの気づいてる？大丈夫？全然減る可能性ある。全然1、2万減る可能性ある。あのすいません、あの16歳がやっております、よろしくお願いします。はい、ね、笑わないでよ。私の登録者数見て笑わないでよ。おめでとうって言ってよ。クソじゃないんだよ。はい、そう、あのロリカミレクイエムというシグレウィ9歳が歌っているらしいオリ曲の MV を投稿しました。はい、ダンスすごかった。本当にすごいよ。本当にね、動画がめちゃくちゃ素晴らしくて誇りなんですけど、でもこいつロリだからさ、こう100で喜べない感じがあるの、わかる？でも動画はね、素晴らしいので、なんか歌いたいみたいな猛者が割といたので、マジかと思って、他人が歌ったこれ正直聞いてみたいなって思って、アマミヤが歌ったら、え、それはちょっとやめてよ、そんなこと言うの。これはね、もう難しいんだよ、宣伝の仕方がさ。ロリだからさ。でもクリエイターさんは素晴らしいからさ。はい、インストも最高。そう、ロリの曲のくせに後ろの音めっちゃゴリゴリで面白いから、ぜひインスト音楽としても楽しんでいただければと思います。はーい。なんかこの曲で私を知ってくださった方がいるらしくてさ、それもちょっとどうかと思うんだけど、それ私じゃなくてロリじゃねっていう、私よりもロリの方が知名度高くなってしまわないか、ちょっと心配さある。大丈夫？ MV の話でもちょっとしましょうかね。はい、このロリカミの MV なんですけど、実は去年の10月ぐらいから動いてたの。あのすごい、あの気持ち悪い赤スパありがとう。きっついわ。もうロリいないから、そんな投げても、私に投げられても困ります。怖いわ、ほんま。この赤スパコールだけ書いてる、怖すぎる。超長期企画。そうなんですよ、この MV、 ガガメさんという方にアニメーションを書いていただきまして、その時点でこれはやべえものになるぞって思ったの。それを分かった上で、私がこの私シグレウィ過去16歳がロリの曲の MV 出たよーってみんなに宣伝するの正直嫌だなと思って、あの私がね、あのノリノリでやってると思われると困るんだよ。そう、シグレウィ16が告知するの違うよな、誰か代わりにしてくれないかなって思ってたら 3D になってた。 3D スタートじゃないんですね。そうなんだよな、おかしいよな。立体化してましたってなんやねん。いや、私も気がついたら立体化してたからびっくりしたんだよ。じゃあそっちに、ね、告知してもらおうかなと思って。はい、次はいつ会える、知らねえ。本当にね、ロリー目的でこのチャンネル見てる方には申し訳ないんですけど、あいつなかなか来ないです。動画のクオリティ高っ。七五三の時にお願いします。キモいんだわ。あのね、このアニメーションを描いてくださったガガメさんという方、それこそこの方もね、いにしえのニコニコで動画を投稿されてた方なんです。私がね、神羅万象さんという方々のきらめき残り大戦争っていうね、 CD ジャケットを描いたことがあったの。これがなんと MV 化しまして、それがこれだったので、このアニメーションとかをね、ガガメさんがやってらっしゃったんだよ。初めて関わりができた感じなんですけれども、なんかね、やばいの。私のキャラクター原案をね、動かしていただける嬉しさと、ガガメさんのキャラデザとアニメーションの可愛さにね、感動してね、いつか絶対またお仕事をね、ご一緒したいなって思ってたの。もう念願よね。そりゃもう素晴らしいよ。動画がね、わらびばあちゃんなんですよ。あのノリプロにいた子なんですけれども、動画師さんとして活動されてて、まだ絶対にわらびちゃんに頼みたいと思ったの。電波系の平成ニコニコ全盛期みたいな感じにしたかったの。わらびばあちゃんって長いこと生きてるから、多分絶対得意だろうなって思って、絶対わらびちゃんだよっつって思ってた倍の素晴らしいものが返ってきて感動したよね。文字の出し方とかね、完璧すぎてニコニコ動画見てんのかと思ったわ。本当にすごい。もうこのアニメーション部分のね、エフェクトとかもものすごく可愛く作ってくださったから、細かいところまで見てほしい。うん。はい、なんで消すわけ？これですか？ずっとあったら怖いだろう。それはもう動画の方を見ていただければ幸いです。いいと思ったら
高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。